写真拡大。2月の訪れとともにプロ野球の春季キャンプが一斉に開始する。今回は2016年以来となる日本一に向けて強い意気込みを伺わせる日本ハムのキャンプの見どころを紹介していきたい。今季の一軍キャンプは2月1日から12日にかけて米アリゾナ州で、15日から25日にかけて沖縄県名護市で行われる予定。日本とは一味違った光景を楽しむのもファイターズのキャンプを視聴する上での醍醐味の一つだ。大型補強を敢行したチームにあって、金水一大投手の加入は目玉の一つだろう。多彩な変化球を操る2014年の沢村賞投手は、若手の多い投手陣にとっては生きた手本となるはず。実績10分のベテランがチームにもたらす好影響は、今回のキャンプの時点で早くも見て取ることができるかもしれない。移籍組ではヤクルトでクローザーを務め、2017年の第4回 WBC にも出場した秋吉亮投手にも注目が集まりそう。サイドスローから速球やキレのあるスライダーを投げ込んでいくスタイルは、本格派の右投手が多いブルペンには貴重な存在。久々に表舞台へと帰ってくる中村勝投手のことも忘れてはならない。2017年にトミー・ジョン手術を受けた影響で昨季一軍登板はなかったが、今回のキャンプで一軍スタートを勝ち取った。チームには浦野博士投手や杉浦実大投手など、深刻な故障や度重なる怪我から復帰した頼もしい先例がいる。彼らと共に投げる一軍キャンプで復活への第一歩を踏み出せるだろうか。ドラフト1位の吉田輝星投手や同3位の名畑目翼投手、同5位の柿木蓮投手といった期待のルーキーたちはいずれも2軍スタート。一方で史上6人目の東京大学出身のプロ選手として話題となった宮台晃平投手は一軍メンバー入りを果たしている。今シーズン限りでの現役引退を表明している田中健介内野手は、今年が最後のキャンプとなる。キャンプインは沖縄国頭村の2軍で迎える。東京を本拠地としていた時代のチームを知る数少ない存在で、現役最後のシーズンに向けた調整を続けていく功労者の姿は今まで以上に注目を集めそうだ。そして今回のキャンプでは、台湾の大王こと大柏徹外野手が初めて日本のファンの前でそのプレーを見せることになる。母国で数々の金字塔を打ち立ててきた台湾球界の至宝の実力を見極めるためにも、このキャンプはまさに絶好の機会となりそうだ。清宮幸太郎内野手も2年連続となる一軍メンバー入りを果たしており、全てが初体験だった昨年より一回り大きくなった姿を見せてくれるかもしれない。レアードの対談で、昨季に比べて長打力が低下することが懸念される。和製大砲の期待大きい大輝がこのキャンプで見せるパフォーマンスは、本人とチームの双方にとって重要なものとなってきそうだ。ストーブリーグで久々に大きな動きを見せたこともあって、
今季の日本ハムには例年以上に大きな期待が寄せられている。シーズン全体を占う上で重要な要素が数多く詰まっている。今回のキャンプを注目してほしい。パ・リーグインサイト編集部記事提供。パ・リーグインサイト。